朝ごはんは六波羅蜜寺の横にあったパン屋さんで買ったチョコマフィンと昨日の八百市の牡蠣、めっちゃ美味しそう。そしてヨーグルトです。結構多い、美味しそう。11時です。普通にゆっくりしちゃった今からフーヤさんに会いに行きます。解説しよう。この日テンションの下がった私は、このまま前に京都に来た時に美味しかった、あの京都の何店舗か店舗のあるグランディールっていうパン屋さんに寄ってシュトーレンを買ってもうホテルに戻ろうと思ってたんですよ。で、ケーブン社一乗寺店さんから一番近いグランディールで検索して調べたら、あの京都大学の近くにグランディールっていうのが、あのグランディールがね出てきたので、私は、まあ、元気もちょっとなかったので、もうそのままその Google マップを疑わずにあの電車に乗ってあの向かったんですね、テクテクと。で、途中であの田中神社っていう神社っていうがあって、でその田中神社っていうところがなんかすごいね、ちゃんとこう綺麗に整えられてて、クジャクとかもいて、あすごいと思って、後から調べたらあの全国の田中の始祖だったんですね。で、うわーラッキーと思って、そこでちょっとテンションが上がって、でそのままテクテク歩いてどんどん京都大学に近づいてって、あこんなところにそのグランディールのパン屋さんあるんだなと思っていたら、なんとそのグランディールはですねただのアパートだったんですねただのグランディールっていうアパートだったんですよ。だからあの私シュトーレンも変えずに、あのただ京大にあの行っただけになりまして、行きたかったパン屋さんに行けず、なぜか京都大学にたどり着いた私でした。はい、あの京都大学の近くの喫茶店とか古本屋さんとかちょっと入ってみたいと思ったんですけど、もうね全然、もう全然なんか入れない入れないとか、古本屋さんだとかもう全然入れない、うわーって、もう見てるだけで、でも見てるだけですっごい楽しかった。見てるだけで京大とかもうわーって感じの、京大のあの喫茶店ね、近くのうわーって感じ、なんか昭和の映画がそのままみたいな感じで、すごいびっくりしました。今度入ってみたいかもっていう感じで、あのえーってなって、とりあえずその地図にあった大きな山を目指してみることにしました。はい、ではどうぞどうぞどうぞ。理由が書いてある。
先に便所が。すごい。ほっこりした声。本当に誰もいない。すごい。京都なんですけど、ここ。しかもなんか、ここだけお参りすれば、もう日本中の神社行ったのと同じって言われるぐらいらしい吉田神社というところに、なんか目的地を間違えて、たまたまたどり着いて、すごい。よかった。そして誰もいない。すごい。せっかく誰もいないので京文社一条辞典さん購入品紹介 in 吉田山。まず今すごい登山をして暑くて、なんでこれ買ったんだろうと思ってるんですが、ニット帽。私なぜか京文社さんに行くとあったかグッズを買ってしまうっていう時期的なものもあるんだけど、買いました。人生を創設させ、また悪においてあらゆる食物を調味づけられた思想。嘘でしょ、山影今日料理飲食の神、料理飲食の神、すごい、うわすごい、そうそうそう、鳥肌して帰ります。うわ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 、すごい、みんなご飯屋さんだ、すごい。ご飯の神様、この山神集まりすぎじゃない？すごいな。Thank you.
精神科医オーナーのブルワリのビール飲むとかある？なくない？全くない。別に怒ってないけど。めっちゃかっこいい。